本日はですね、以前龍河が1日に2回ドッキリを仕掛けられるという屈辱を味わったわけなんですけど、そうなんです。その龍河のやり返し企画です。僕一人で最初みんなにドッキリをかけようと思ってたんですけど、あ、続けてもらって思ってたんですけど、5人をかけるのはちょっと難しいなと、演技派の市川さんに、はい、味方になった場合、こちらキューピーちゃんですね。案件になってます。こちらキューピーのキッコーマンちゃんです。企画はというとですね、動画撮っててあんま大きい声で言えないんですけど、人狼ゲームをやって、はい、全員人狼だったらどういうリアクションをしてくれるのかというドッキリになっております。はい、スカイピースさんが以前企画でやってたので、それを参考にさせてもらいました。ワンナイト人狼をして、できるだけね、うん、ワンナイトで面白いリアクションを導かせていけたらなと思っております。というわけで早速やっていきましょう。せーの、いくなに箱入り息子です。今日は、はい、ワンナイト人狼をやっていきたいと思います。なんで知ってますか、知ってますか、じゃあなんでやんのか、そういう企画でございます。知らない、なんでやんのか言ってもらう。なんでかというと、けいちゃんがーっ謎そう、ワンナイトイエーイイエーイイエーイ、きょちゃん、きょちゃん、ガオー、あ、う、はい、はい、ウパルーパーウパルーパーパー、なにこれ、そういうやつそういう企画これ。ワンナイト人狼っていうのは、1日で結果がつくゲームです。ちょ、ワンナイト人狼の説明聞いてない。なんでやっぱワンナイト人狼のやつ、前、録音人狼したんですけど、はい、あれ結構時間かかる。そんなに静かにして。なんで気づいてないのか。静かにしろ。バカだなぁ。何、続けるんじゃないじゃん。一回続けよう。ちゃんとした人狼をやってないんで、はい、うん、ふん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 、ちょ、なぁ、ひやちゃん、ちゃんと進めてよ。もう全然強いよ、頼むよ。初めからいきます。初めから、せーの、箱入り息子です。はい、今日は僕が企画を持ってきました。はい、何ですか。今日はワンナイト人狼やってます。はい、ゴー。はい、せーの、いかがに、ピンパカあ、これはもうこれです。はい、こちらです。なるほど、はい、行こうか。さあやっていこうか。さあさあ、まず占い師からだね。ワンナイトだから、うん、そうね、初っ端出ていいやつだから。占い師の人、占い師はね、出ていい。じゃあ占い師の仕事をしてください。大丈夫？いいですか？いいですか？確認した？占い師。はい、終わりました。うん。占い師の人手挙げて。なんで出ない？え、なんで出ない？心理戦やから、心理戦。占い師や、絶対。占い師？口数が少ないぞ。口数が少ない。占い師なんだ。え？占い師なんだ。え？占い師や、絶対。答えようか。うん。そうだ。占い師？誰占う？誰がいい？誰がいい？どういうこと？あ、まだ見たの？見た。俺占った？うん。何やった？まあまあ普通って何？バカ。普通って何？本当に占い師？うん。え、多分ね、俺ね、りょうが占い師な気がしてきた。りょうがあのプライベートで人狼するとき、あの自分占い師のとき絶対誰かが出るもの出ないんですよ。ああ、なるほどね。そういうタイプの人もいるよね。絶対占い師じゃん。ああ。ああ。誰占ったんですか？俺だと思ってる。お疲れ様でした。なんなのね、バカしかいねえな。人狼だったんだよ。え、じゃあ殺そうぜこいつ。お疲れ様でした。小太郎、俺が人狼だ。あ、そういうタイプか。新しいな。新しいわ。いつもで、占い師は、で、本当の占い師は妙かな。もう出ていい。うん、え、あ、占い師なの。え、キヨちゃんなんだったの。じゃあ、誰占い。え、だからキヨちゃんなんだったの。なんだったガオ。俺ガチで占い師。ガオ、占い師3人やったのよ。占い師ちゃんもらないでしょ。そう見えない。俺も占い師。占い師。でもさ、一人一人何か言う。
本当のこと言ってこ、一回よ、はなちゃんだね、やべ、本当のこと言っていいの、ここで嘘ついたら本当に今後に影響すると思う。すごいじゃん。え、マジで市民、ああ、キワゴ占い師、はい、買わないし、おい逆に、ガチある、俺も占い師、ガチで占い師、ガチで占い師、なあ、え、ガチで占い師、俺で誰占ったんですか。それは一回全員の聞いてくれて、占った占い師占い師、ガチやって、ゴーやったもん、違う、4分の2占い師やん、お前怪しいって、なんでなんで、なんか口数が少ない、服がオレンジ、言葉が黙ってるから絶対言葉や、絶対、お前も人狼だ、人狼っぽい、正味近くになるんですから、占いでしょ、一番から誰を占ったんですか。いいの言って、いいよ、言ってコタ、コタ、なるか、人狼人狼さんに、ガチ、俺ね、あの、占ったのさっちゃんだったんだけど、うん、ガチで人狼だって、これガチ、本当に信じてほしい、俺の、お疲れ様でした、占い師の人って聞いてください。なんでお前ら、嘘つくんじゃねえぞ、目を開けていたのは俺だ。俺は市川君を占って、なるほど、市民だった、うん、これガチ、これはじゃあ俺と両方以外よ、そうやな、そうですね、そういうことよ、俺と両方以外の誰かが全能ってことよ、さっちゃんもよ、だって両方が占い師で俺のこと市民って言ってるじゃん、まず占い師何やってた、うん、両方も占い師なの。ちょっと人狼って言ってるから、ここも怪しいじゃん、え、じゃあ俺はもう違う、人狼違うじゃん、さつきも占われてないから、まずどっちかわかんないじゃん、でもその時点で人狼なんですよ、すごい、人狼じゃん、今一番怪しいのはキヨちゃんだよ、さつきも怪しいと思う、別に動画内じゃなくて人狼やってた時あったじゃん、その時のさつきってさ、人狼になったってさ、挙動が変わんの急に、え、俺いつも挙動変だよ、しかも一番最初さ、さっちゃんがさ見に行ったじゃん、うん、ちょっと様子おかしかった、いつも様子おかしいと思う、ケイちゃんが一番怪しい、待って、待って、ミラクル怪しいかもしれない、何なの今、油断してたよ、なんか俺人狼やけど、なんかそっちに、そっちの顔見せも、じゃあ最後にケイちゃんだけちょっと問いかけしていいですか、ウサギさんですか、憂鬱さんですか、どういうこと、待って、どういうこと、怖い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 、もうお前が人狼だ、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 お前挙動変だぞ、お前どうした、話し方一つ一つがおかしい、じゃあ投票しましょうか、一回初心に戻れや、それはじゃあ僕はさつきさんが人狼だと思います、なるほど、そいつさ、すぐだな、僕もさつきさんが人狼だと思います、私もさつき、言ったらこれもう全員負けるから、5人負けるからいいんじゃないかな、私もさつきさんが人狼だと思います、僕もさつきさんだと思います、僕はりょうがさん、りょうがさんだと思います、なるほど、じゃあ一斉にオープンしましょうか、持ってもらって、いいんだな、本当にお前ら負けて、いきますよ、せーの、バンバンバン、えっ、はい、ドキリー、えっ、あー、見にくい見にくい見にくい話題をしてたわ、えっ、キャバがコタにやり返したいっていうとこから始まってんだよ、これは、そう、え、2人しかしてなかったってこと、そう、あ、で、あの演技派の市川さんをね、新潟につけて、あ、やばこれ、でもさ、振り返るときさ、さっちゃんに今めっちゃさ、変顔してたの、俺だったよ、みたいな、せーの、バンバンバン、お疲れ様でした、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、普通にマジだと思ったもん、やられたって思って、ポロ出た、ポロ出たよな、あれな、僕に任せといてさ、普通にちゃんと市民って僕書いたねん、これちゃんと、なのに全部人狼の人に、あ、
頭痛くなってきた。今回めっちゃおもろかった。今回おもろかったね。そう、なんかちょっと羨ましい、なんか嘲笑う時間なんかそのやってるさ。そう、ずっとだって思ってたよ。こいつらーこいつらーありがとうございます。よう喋るわと思って、やばいよ。はい、というわけでこの動画が面白かったなという人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。